く約50度ぐらいにこう転換していただいて、うん、結構頭やってくれましたね、最後の方。そうですね。で最後の3分の1ぐらいからその頭がすごい熱くなって、うん、さんの手が、うん、うわーってその後もう脳みそがそのままこうなんかこう光にこうさらされて、なんか違う脳みそを入れてくれたのか、それとも光でなんか脳みそがすごい良くなった感じがした。ちょっと明日から別人になっちゃったかもしれないみたいな、なんかモーツァルトみたいな天才になっちゃったみたいな錯覚、ほぼ錯覚なのか本当なのかちょっとこれからですけど分かるのは。で結構今日暑いなーっていうのがその脳と、あと最初ここの、うん、例の側腕の、うん、腰のとこ、はい、ずーっと当ててくださって、うん、その時もすごい暑い、なんか前の時よりも暑かった、うん、今日。おお、そこも、うん、でここも、うん、であとその乳がんってさ聞いてくださったんですね、うん、スタートの時に。でその乳がんの上のあたりのところもすごい熱くなって、だから結構50度ぐらいの感じの熱さに感じましたね。そのかなり熱いんだ。うん、でそのすっごい熱いって感じの時と、それからなんかそれが落ち着いて、なんかそこまで30度ぐらいに下がる感じ、うん、でも脳のこう頭の前あたりここバーっとこう。でもなんかその一番印象的だったらやっぱりその脳外科手術受けたみたいな感じ。へぇー、うん、入れ替えられた、そんな感じですね。脳そのものがパカってこうなんか出て、うん、脳みそが、うん、でわーっと光のなんかシャワーの中でこうヨッシーさんがこうわーっと光を入れてくれて、うん、なんか違う脳みそになってポコンって別人になってる感じ、うん、イメージ的には確かにそういう感じですね。あ、そういう風に、うん、あ、そのもういわゆるもう脳、もう人間の、あの司令塔は脳なんで、はいはい、もう脳をいかにブラッシュアップするか、あ、うん、脳のクリーニング、そうですよね、うんうんうん、それをやって才能開花っていう、ね、うんうん、そうそう、あれだ、そのね、生まれ変わったとか、うん、天才に生まれ変わったみたいな感覚はやっぱその潜在能力、うん、みんな 3% ぐらいしか使ってないんですけど、はい、それを 5% でも使ったら天才っていう領域なんですよ。だからそれをやっぱり 1% でも多く、はい、あのいわゆる能力が覚醒すると、あの仕事のパフォーマンスとか、いわゆるもうイメージが実現するっていう、はい、それが当たり前にできるようになってます。あ、うん、だから最初のあたりは、あの脳の、あの時の最初のあたりは、うん、私の頭の疲れを、うん、まずすごい癒してくださったかなと思って、ね、今日仕事の途中だったから、最初の頃とか結構あの、仕事のことを考えちゃったり、こうなんか、わーっとこうなんか、なかなかこうそれスイッチオフできなくて、うんうん、多分すごいノイズが入って、てたんだと思うんですけど、うんうんうん、なんでその熱くなる前はずーっとそのなんかノイズ除去みたいな感じで、うん、すごいなんか時間費やしてくださってんだなーと思って、うんうん、でそれで外科手術が大きいポンって戻ったみたいな。あとは今日も最初からずーっとなんか映像ばっかりを見てて、どんな映像？最初の方は、うつ伏せの時は、なんか紫色の、とかブルーの山脈がずーっとこう、見えてて、で、なんかあの、イランかインドかわかんないけど、そういうちょっとドライな感じの、うんうんうん、なんか一っ子一人いない、うん、なんか地球じゃないのかもしれないけど、なんかこう、ドライなこう、でも、山がずーっとあって、うん、で、なんかベタな感じだけど、空がこう、わーっとあって、うん、で、なんかもう星がバーってなってるような、なんかちょっとなんか地球じゃないとこなのかな、なんかわかんないけど、ずーっとその紫色のなんか山脈がずーっとあって、それがうつ伏せの時だったんですけど、うん、仰向けになったら、もうなんかそれが、なんかいろんな色がすごい見え始めて、うん、ある時は、
なんか、こう、水になった感じ、自分が。おー。なんかその、紫と白みたいな、シャワシャワシャワって中になんか自分がションって入ってったみたいな感じとか、ある時は、鷹になった感じ。自分が、黒い鷹みたいになって、ドワーってなんかもう、なんか空にバーってこう、なんかこう、バーってなんかもう、コンドルみたいな感じでこう、飛び回ってて、うん、で、なんか崖の上でちょっとお休みしてる、なんか自分が鷹みたいな。で、なんか目が黄色くて、ピューってなんかすごいシャープななんか爪を持っている黒い鷹になってる時もあるし、ある時はなんかそうすごい白とゴールドみたいな、白とゴールドみたいな、その、わーっと光のシャワーみたいな感じのが見えて、うん、その時はなんか蝶になってた。蝶々？蝶々。白とゴールドの、ファファファーみたいな。なんかそういう感じで、結構単発にその時その時で、まああと音楽に合わせてなんか急にシーンが変わるんですよ。で、ある時はすごい、頭熱いなとかなると、そのビジョンよりもその頭のことを結構こう、うん、あ、脳みそだ、脳みそだ、みたいな感じになったり、うんうん、なんかコロコロシーンが変わって、でも一個一人出てこなかったんですよ。もうそずっと風景か、そういう、その、なんていうんですか、虫とか。シーナリー、そうそう、虫とか、うん、鷹とか、山とか、水とか、おあと、グワーンとなんかその、魂がなんかビヨーンってなんかこう、うん、宇宙のどっかになんか、行っちゃって、みたいな、なんか浮遊してるっていうか、多分以前ヨッシーさんが見られた風景を私は一緒に見させてもらったのが、わかんないんですけど、なんかいろんなものがなんか、あちこちゃあって、忙しかったです。あ時間感覚的にはどうですか？2時間でしたけど。うん、意外と、長く、うん、長く、その、いろいろシーンがあったから、うんうんうん、そう、なんか、アバターの映画見てる感じの、なんか、30分とかじゃなくて、比較的時間と同じぐらいの感覚が、うん、私は、あ、そうなんだ。あったんですよ、うんうん。そこはまだ人間っぽいのかな。いや、まあまあいいんだけど、まあ長い方はね、なんか楽しみとか、うん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 、エンターテインメントみたいな感じ、映画の中に入ったみたいな感じで、すっごい綺麗だった。あ最初のつぶせん時はちょっとなんかダークな、ちょっと、うん、夜空で、うん、紫色の山脈で、でも最後になってくるとどんどんなんかライトな、ほんと白い光とかゴールドとか。山ももっと明るい感じになったり。で、なんか、やっぱなんか全然ここにいないって感じですよね。うん、ずーっと最初から。で、うん、魂がなんかちょこちょ浮遊してて、うんうんうん、なんかその時の思いつきでいろんなところ飛んで、うん、遊んでる感じがした。あ楽しかった。すごいすごい。めっちゃいい経験してますね。そう。映画見てました。あいいですね。うんいや、素晴らしいっす。そう、でもやっぱ一番は、癒しをしてくださってる感覚がすごい感じて、うんうん、やっぱちょっと疲れてたり、うん、なんかこう、ね、その昔の乳がんの傷とかも少し、うん、まだ残ってんのか、うん、そういうのをなんかこう、ヨッシーさんがバーッと光を入れてくれてる感じ、うん、それはまあ前回もあったけど、今回はもっと感じられた。ああ、よかったよかった。うんまあ、やっぱりその肉体的な癒しと、はい、あとはその側腕症でしたっけ、はい、そうですね。その腰の部分は結構重点的にあったんで。やってくださいましたね。うん、結構柔らかくなりましたよ。おー、ほんとそう感じる、うんうん。なんかやっぱ歪みがすごい矯正された感じがしますね、うんうんうん、今回さらに。うんうん、ああ、よかった。もっとまっすぐになってる、うんうん、昔こういう感じで、ほんと曲がってたんですよ、その腰みたいに。左側だけ、うん、なんかこう、うんうん、右から見ると、左側の背中こうやって曲がってるのが見えたんですけど、うん、1回目の後ぐらいからもうすでにその歪みが随分矯正されて、うん、今日、今触ってる感じだと結構もうフラットに近い感じ、うんうんうん、自分の触った感じだと思いますね。うんうんうん
うん、なんかそのなんでその側腕になっちゃったんかなっていうのもなんかこういろいろヒーリングをそのあったりしていただきながら、うん、考えてたのなんかそうせざるを得ないなんかがあったんだろうなって、うん、その左にこうちょっと寄っちゃうよ、ぐにゃっとしなくちゃいけないなんか精神的な、うん、なんかこう悲しみなのか歪みなのか、うん、それを癒されればわざわざ歪む必要は、うん、体はないと思ってくれてんのかなと思ったりして、うんうん、そこだから根本的にそんなことをしなくてもいいよって言ってくれてんのかなって思いました。いや、いろいろ学びがあってよかったですね。本当に楽しかった。ああ、よかったです、はい、ありがとう。まあ、ロンドンからね、そう来られたっていうことで、はい、その帰国中に2回も受けられたっていう感じで、超ラッキー、ありがとう、はい、スケジュール合わせてくださいました。いやいや、こちらこそありがとうございますね。最初東京で受けて、ね、今日は愛知にいるっていうだいぶ遠いとこに来てますけど、いや、そんな遠くないですけどね。あ、そう、もうこれを受けられるんだったらもうどこでも出かけてきますよ。おー、すごいな、それは。はい、最初 YouTube から入られて、そうです、知ったんですもんね。うん、おそう、いや、行動力すごいっすね。そうなん、それはよく言われる。ああ、言われる。でも、まあ、ちょっと貪欲にやっぱり行きたいなっていうかね、うん、せっかく今生きてるから、うん、その間に経験できることとか、うん、自分ができることとか、うん、やりたいなと思って、なんか下手に年取っちゃったなと思うんですよね。うんうんうん、もっと、できたのにとか思うことがちょっとあり始めて、で、まだ、十分体も元気なんで、うん、ちょっと一仕事、二仕事やってみようみたいな、エネルギーは、いいじゃないですか。はい。じゃあもう、エネルギーチャージ満タンにして、うん、そうなんです。もうロンドン行かれるんですか？そう、あと3日後ぐらいかな。ああ、そうなんだ。脳みそが別人になってる。ちょっと、交互期待を。交互期待。ちょっと体験談、なんかメールで送ってください。ありがとうございます。あと3回目はい。戻ってきた。おー。ありがとうございます。では、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。